はい、本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。では、本日もこのチャンネルであなたが最速最短で復縁ができる冷却期間一切不要の復縁成功ノウハウについてお届けしていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。で、まだお受け取りしていないというあなたのために復縁成功確率を格段に上げる3つの完全無料のプレゼントがございます。で、この3つの無料のプレゼントのお受け取り方法ですが、この概要欄のところをタップしてみてください。概要欄タップしていただくとずらーっと説明文が出てきますので、そちらの説明文の中にある LINE 登録をしていただきますと自動であなたのところに送信させていただきます。一番最初に送られるですね、動画をご覧いただくとプレゼントのお受け取り方法を説明している動画が配信されますので、そちらをご覧いただきお受け取りいただければと思います。では、本日の本題です。本日は復縁をバカにする人に対して僕は今日動画を撮らさせていただきました。復縁をバカにするっていうのは、復縁なんてやめてしまえとか、復縁なんてする必要ないとか、復縁なんて無理だとか、意味がないとか、復縁に対して時々辛辣な言葉を投げかける人が僕の周りだけではなく皆さんの周りにもいるんじゃないでしょうか。復縁なんてする必要ないよねとか。僕は昔この復縁ということを10年研究し続けてきた稀な企業でもありますが、10年も前の当初はこの YouTube で配信するということ自体すごくバカにされたことを記憶してますし、また当時復縁を教えてるってすごく周りには認められるようなことはなかったです。しかしながら10年という期間を経て今では累計15万人以上が私たちのサービスを利用してくださり、そして累計12万人以上の復縁の成功者をリアルに輩出してきた、そういう実績がある、企業であります。でその中で復縁ってね、皆さんよく復縁なんて本当にできんのとか、復縁なんてする必要ないじゃんとか、こういうお声をいただくんですが、僕は復縁活動の中でどれだけの困難を乗り越えて皆さんが成功しているのかを知っているので、すごく尊いことだなって今振り返っても思うんですね。例えば言ったらお皿がねバリンと粉々に割れて散りばめてしまったような、もう修復不可能って多分そういうふうに言うことだと思うんです。お皿が割れた後にそれがもう治らないよねと、もう捨てるしかないよね、きっと多分ほとんどの人はそうすると思います。僕も自宅のお皿が割れた時にもう割れちゃったねと、ゴミ出せる日に捨てようよって言って新聞紙にくるんで、僕も家のお皿が割れたら捨てます。でもこれが最愛の愛する人からもらった大切なギフトだったとしたら、皆さんは簡単にそのお皿を捨てますかと。どうでしょうか。自分が愛する、もしくはあなたのお父さんやお母さんからあなたの成人をお祝いに、あなたの人生が飛躍するようにと、すごく大切なお皿として受け取ったものを、それを何かの拍子に割れてしまった時に、割れちゃったからしょうがないな、もうこのお皿捨ててしまえって皆さんは言うんでしょうか。僕はもし親や大切な人からもらった大切なお皿が割れて粉々になったとしても、いろんなところに連絡をしてなんとか修復できる方法はないか、そうやって考えます。そしてそのバラバラで砕け散ったその破片を一つ一つ集めてまた元の形に戻せた時の感動ってものすごく大きなものがあるはずなんです。実際に僕はこの復縁活動を通して多くの相談者さんが復縁成功するまでいろんな困難や苦悩を抱えながら、それでも自分が何か変わろうと、自分とお相手のバラバラになったピースを一つずつはめて、また2人で本当に心から嬉しそうに笑える機会ができ、本当に心から幸せそうに手を握りながらどこかに出かける姿が作れた時の喜びって本当にひとしおなんです。思いもひとしおってその言葉の通りで、涙が溢れてくるような嬉しさがそこにもあるんです。復縁成功する前うまくいかないんです。どうしようって悩んでいる時も泣きながら相談をいただくこともあります。でも復縁成功した後も、中川さん本当に僕諦めなくてよかったです、こんなに好きになれた人を最後まで僕が愛することができてよかったです、涙を流しながら僕に復縁の報告をしていただける生徒さんばかりです。これって本当に尊くて素晴らしいことだと思いませんか。もっと言うと、復縁を成功するまでの間に本当に愛する相手だからこそ、自分が悪かった点を深く反省し、深く考え、深く自分を改めていくから復縁の成功が待っているんです。人生であらゆる間違いやあらゆる失敗はあります。でもこの人のために自分の考えを変えよう、愛する人のために自分がもっと成長しようって本気で思っていくって、とてつもなく尊いことなんです。そして素敵なことなんです。その経験を経て2人がまたもう一度結ばれた時には、2人は今までの何倍も恋愛のクオリティをレベルアップして進化して、2人が幸せになっていくんです。なので一度別れを経験してそれを乗り越えたカップルは、どんなカップルよりも強い絆で結ばれるっていうことです。復縁に成功されていったカップルのほとんどが、僕は結婚の報告まで聞いています。子供を出産しました、実は今臨月を迎えてそろそろ出産なんです、でもなんか緊張もしますし怖いんですけど、中川さんにあの時相談して、あの時その彼との縁を保てたことがきっかけで今こうして新たな命が誕生していると思うと、なんだか中川さんに連絡しなきゃと思ってメッセージを送りました。こんなメッセージも10通20通ではなく、何百通何千通と私たちのもとに届いています。結婚して本当に幸せになられたんだな、2人の絆は本物だと証明して、2人がこの先50年60年と長い人生をそのパートナーと愛する人と一緒に暮らしていくんだろうな、そう思うと一生の幸せを、僕が関わらせていただいたのはたった3ヶ月かもしれないし半年かもしれないし、でもその期間でその人の人生が一生分幸せを提供できたと思うと、ものすごくやりがいのあるものだと思って、誇りを持って僕は10年このサービスを提供してきました。なので今では私たちの実績を見て憧れ尊敬真似られるなんていうこともありますが、まだまだ人との縁を大切にしきれない人たちは、どうせ復縁なんてとか、もっと新しい人を探せばってこんな考え方になってしまうんじゃないかなと思います。新しい人の縁は確かに無数に見つけることはできると思います。ネットを開けば何十万人何百万人という人がその向こうに異性が待っていると思います。でも自分のことを本当に認めてくれて愛してくれたその一人っていうのは、このアプリ上には誰もいないんです。ただあの女がエロいなと思って付き合うとかね、ただあの男かっこいいからな、年収高いからなっていう条件で付き合うとかね、そういうレベルの低い付き合いをするなら、僕は誰でもいいなら、確かにネットにたくさんの異性がいて、たくさんの女性がいて、たくさんの男性がいて、出会いは無限と確かに見つけることができます。でも本当に心から自分が運命の相手だと、この人を大切にしようと、大切にしきりたかったと、何か悔いが残るんであれば、僕は最後までその人を諦めずに復縁をして、2人が納得のいく満足のいく向き合い方をしてもらうことが、我々ができる最大限のサポートであり、そして頼っていただいたからにはそれにお応えしたいと思ってやり続けてきたのが今日までの時間であります。ぜひね、ちょっと今日僕はこの動画を撮ったのも、復縁ってなんか横島な目を見ている人もたまに聞くし、ご相談者さんの友達や周りでその本当に大切にしていたものが何なのかが見えずに、他行きなよって軽い気持ちで言われてひどく傷ついているご相談者さんを、よくよく僕はご相談をいただくことがありますから、その皆さんに対して復縁の素晴らしさ、僕らが10年研究し続けてきて人との縁を大切にするということの素晴らしさを伝えさせていただきました。皆さんが心に思うその彼女との関係題は本当に人生最後まで大切にしていただきたいと思います。それが偽りのない愛であり、真実の愛なんだと思います。大切にしたい人もぜひ最後の最後まで大切にしてあげてください。今日も最後の最後まで動画を見ていただきありがとうございます。一日でも早くそのお相手とよりを戻せる方法についてどんどん配信していきますので、今日の動画やね、他の動画が参考になったなっていう方は是非いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。中川敦でした。